ドラゴンの歌、そこのよろしく。はい、こんにちは。こんにちは。慣れてねえな。そりゃそうだろ。そりゃそうか。はい、ということで、まあ、こちらね、今日ちょっと女性の方用意したんですけど、僕のお友達です。まあ今日なぜ女性を用意したかというと、最近ベルボロザの動画でなんか僕の女ネタのいじりをよくされるんですよ。で、僕が言ってるんですよ、あの二人に。女の子、いい女の子いるみたいな。まあそれはこの動画を撮るためにちょっと言ってきました。妊婦なんですよね。はい。はい、はい、ガチの妊婦です。可愛らしいお腹をしてますね。失礼です。失礼か。失礼か。はい。本日の企画、宇田先輩が女の子を妊娠させたと言ったら、メンバーはどういう反応するのか、よいしょ。はい、ということでね。まあ、僕ら友達なんで、別にその、彼女とか、そういうわけではないんですけど、まあ、今日の動画上では、結婚して、僕の子供という設定です。はい、はい、名前はまなみさんです。はい、今日だけ。はい、今日だけ。あ、はい、すっごい今日だけ言って強調する。これからはないですよみたいな。妊娠ドッキリなんですけど、本当の妊娠やん言うたら、どう扱ったりがちょっと怖いよね。大事にしてください。あ、大事にします。はい、すいません、大事にします。めちゃくちゃ大事にします。はい、ということで今ね、2人をちょっと LINE で呼び出してます。ここの家にもう少したら2人が来るんで、ちょっと待っていきたいと思います。せのせで次。ちゃんとやったね。え、見たことある俺らの動画。あるけど知らん。あ、そう。あ、そう。次。はい、ということでね、今隠しカメラ設置しました。多分もうそろそろ2人来ると思うんで、ちょっと待ってきます。お邪魔しまーす。はーい。か、思う。一番に思った。お疲れ。お疲れ。何が？ドア、ドア。あー、めっちゃ思った。3分ぐらいするとやばいやろ。で、話があるということで。そんな急にする。彼女でもできたんだろうと思ってさ。ちょっと待とうや、もうちょっと。後からまた話すわ。お前まで彼女できたら俺も悲しい。永遠に女に流されとってくれたのかな。もっちゃんから30分で友達もらった。え、やばくね。え、サングラス。かっけえ。サングラス。そう、これ。えっぐっ。お、いいやいいやいいや。ちょびしやし。トム・クルーズです。あ、でも似合ってるやん。服と似合ってるわ。頼むくれ。いや、無理。じゃあ、もうレイバーもらっていいか。いや、あ、レイバーならいいよ。レイバーいつの間にか。あ、似合わん。これいくら？4-5万。4-5万。サングラス。一番高いやん。一番高い。てか最近なんかアニメ映画あるやんけ。愛の歌声を聞かせてくれたっけ？え、そんなの？土屋太鳳が。土屋太鳳。え、TikTok に流れてこんけ？知らん。え、めっちゃ行きたいんだけど。あ、そう。はぁ、うぜ。あっそうって聞こえた。最近ハマってくるアニメに。なんてやつや。ワールドトリガー。ワールドトリガーってやつと、あ、ネフリです。あ、一般市民の見るネフリか。ネフリです。逆に一般市民じゃないのは何見るの？俺クラスになったら、うん。嘘、冗談やぞ。そうやな。ドライブスルーよかったな、視聴時間。よかったよかったよかった。そうそうそう。多分今行くやもん。うん、行く。来た。最近来とるね。東海道こうってめっちゃおるんか。おる。おる。めっちゃおる。エスコにはめっちゃおんない子おるし、なごみちゃんの、そのこうちゃんはイケメンでよくしゃべる。うちのこうちゃんは歌うまくてよくしゃべる。僕から話があります。やっとですか？やっとです。待ってました。あ、別にそんななんか仕事とかの話じゃないけどね。どうせ彼女やろ。彼女じゃないな。奥さん。飛んだな、急に。彼女じゃないな。バカな。飛んだな、急に。奥さん。奥さん。前の場合、2回ぐらい飛んどるけど。ピャンピャンって。取りすぎやな。彼女もらんのに、奥さんできるな。結婚？結婚です。イエーイ。おめでとう。僕、ガチで。これはめっちゃ、マジでガチ。いや、意味は何やから。いや、ほんと。いや、ほんとです。おい、カメラあんねん、どっかに。いや、ガチで。言っとったやん、自分らの動画で。俺最近ほらなんか怪しいみたいな自分らに言っとって。いや、これは下手すぎる。いやいや、これは下手すぎる。いや、ガチガチガチ。そのドッキリは下手すぎる。怪しさのレベルがちょっと、いや、ちょっと飛んだろ。え、言っとったやん、自分らに。まあ言っとったけど、あれはガチやったん。そう、その彼女おるならわかんないけど、その彼女はわかるわ。奥さん、いや、真面目にその、なんで奥さんになったかっていうのがあれんけど、ただ結婚するとかじゃなくて、それ普通の、別に彼女だけやったら結婚せんよ。子供ができたんですよ。絶対嘘。マジやって。 100% 嘘。ガチやって。じゃないと言わんでしょ。呼ばんでしょ。子供。うん、まあ、あと2ヶ月ぐらいで生まれます。結構前じゃん。言ってなかったんけど。いや、嘘や。いや、一足飛びじゃなくて二足飛びぐらい。いや、二足三足やな。やってんな。それならめっちゃ笑っとるからな。え、待って、まずどういう人なの？俺の一個下の子なんやけど。
びっくりしたの、こう、え、付き合ったの？付き合ったの。俺が知らなかったってこと？それも。え、それいつから付き合ってんの？結構前よ、めっちゃ。2、3年も経ってないですね。だいぶ前やし。だいぶ前。隠せる？いや、こいつアホ隠せんねん。いや、隠しとった隠しとった。エスも言ってないの？エスも言ってない。リョウも知らんとこ？リョウも知らん。あ、マジで？そう、ほんとに。どこの子だ、その子。まあ、近くや、俺んちの。そうだよ。ジモティ？ジモティ。で、お前の地元やけどそれ。そうそう。いや、ほんとやって。信じてくれんと思ったやん。今日呼んでます。そうっすか。ガチ。これガチ。いいって。いや、呼ばんなら逆に新人やん。なんかまた。それでイメージとか来たら。おぉそういうドッキリ来ましたかみたいな。ドッキリじゃん。マジドッキリじゃない。嘘つけ。いや、ガチ。やばくね、今の状況やったらやばい。考えてなかったかな。いや、アホやん、さ。後先を。彼女おることは言わんだけん。彼女だったら別に言う必要ないやん、そんな。言わんなんけど、そんな別になんか重要でもないやん。彼女おるおらんは別にそんなめちゃくちゃ。でも子供できたってなったらさ、ちゃんと責任持たんなんや、そこは。あ、こんにちは。お前の顔、これガチです、だから。だから言ったでしょ？はじめまして。はじめまして。これガチです。あ、ガチ？これガチです。ほら、ほら。別になんか別に何も入れてないよ、お腹に。触ります。触ります。え、これかけの子なの？そうです。え、もう座ってるってこと？結構でも中間ぐらい。あと少し。子供ってどれぐらいで半年け？いや、もっと思ったんだけど、うん、え、それ今言ったの？もうちょっと遅かったのよ。もっと早く言っとったの？その大事なことないの？あー、じゃあ口がずっと乾けんけど。いや、もっと早く言って言っとしたったな。まあそこはね、ちょっと申し訳なかった。もっと早く言うべきやった、うん、ちょっと遅くなりすぎた。そしたら俺と起こしたらもちょっと帰れるもんね。対応も言ったら、うん、なんかお金の面とかさ、うんうん、確かにそこら辺はちょっと俺考えてなかった。そもそも産むってなったらな、今の給料やったら絶対無理やで。まあそうやね。しっかり育てるって多分。俺今めっちゃ仕事しとるけどな、うん、他に、うん、でもそれ以上にやらないし、うん、じゃあ俺もちょっと喉乾いてこれ。ちょっと喉乾いてこれ。ちょっと産むよ。お前名前だけ聞いても大丈夫？まなみです。あ、まなみです。一つ下ね。え、なんかやってる仕事とか？今はやってないけどね。ああ、そうそう、うん。今はどこに住んでる？今実家に住んでます。ああ、そうなんですよ。今は全然一緒に暮らしてるとかは全然ない。シンプルに親になるっていう覚悟はある？そもそもの。そう、いつも初めてけど、結構ほら、なんか、うん、ごめん、失礼やな、うん、なんかチャラついとるというか、それやからさ、うん、まあ、そうやね、この決めた時点、まあ、覚悟はあるっちゃある。ちゃんとあるよ、それは。覚悟も大事やし、あとは普通に、技術的にまあお金とかもそっちも大事やしな、うん、今やっと一人、二桁の給料もらい、うん、実際分からんけどさ、自分が会ったことないから、余裕引くから、うん、まだ少なからず今無理やん、絶対。うわ、なるほどな。ちょっと言うの遅くなってしまった。ちょっとっていうか、まあ結構、うん、遅すぎやな、うん、産むことはまあ幸せなことやん、いいことやん、うん、うん、そうやね、それ自体は。でもタイミングがな、言うのも遅かったし、うん、今12月前で頑張ろうってエンジンかかってる時やから、うん、もっと早く伝えてほしかったな、それもそうやし、今ほんと現実的に大丈夫かなっていう心配がかかってるな、まあ、うんうん、まあそうやね、そうやね。まあ俺の中でもそれは結構心配っていうか、ちょっと不安な部分はあるけど。逆に掛け合いがエスポおってエスポの給料もらっとるなら全然、うん、使わなくて俺ら全然多いからさ、うん、今の一緒の自分と同じ状況のお父さんになるってのは俺が信じられんから自分は、うん、そうやね。やっぱ言いづらかったの？まあそう、確かにそう、めちゃくちゃ言いづらかった。まあだって寮にも言ってないし、エスポとかでも全然言ってないし、前それ話したいんだってみんな、まあそうやね、あの格差ざらそうみたいな、うわ、パパなるんか。現実的になんかめっちゃ不安がしかないぞ。いや、まあそりゃそうやな。いろんな意味での本当に応援しかないけどさ、え、大丈夫なんだろう、めっちゃ心配それが。いや、もっと早く言ってしまったな、シンプルに。いや、もっと多分できたもん、いろんなもっとなんか、うん、うん、もう生まれるもんね。予定はどれぐらいなの？年明けぐらい、うん、年明けか。さっきやん。めっちゃ心配だね。不安はめっちゃある。まあでもできた以上はさ、捨てれるわけないし、ね、いや、そりゃそうやね、うん。ちょっと情報量ちょっと多いな、ちょっと多すぎるな、一気に言い過ぎたな。で、ここで逃げたらさ、ちょっとヤバいやん、ヤバいやつやん、結構。まあそれは最低やもんね。それはヤバいね、うん、今つけた1年ぐらいだっけ。うん、1年半年、うん、オッケー。まず早いな、早かったよね、結構、うん、だから俺の彼女で言ったら2年半か今付き合って、うん、2人いろいろ話すやん、やっぱりカップルってやっぱり、うん、いつ会ったの作ろうとか結婚しようとか話すやん、うん、すぐでゆっくりで大事やん、やっぱり、うん、そういう話って、うん、それは話じゃしたん？それともなんか言うたら清いっていうか、まあ、できちゃった感じな。できちゃった感じ。あ、そうですか。そこで次があったんかけど、なんかまあそこの時はちょっとなんか あんまりなかったかもしれん。まあそうやな、できてからやったら遅いもんな。でもいつから知っとったんかけど、それはできたの結構前やよ。もう夏とか、夏とか、夏より前に知ってる。もうその時なんか何度ってんだって言ってほしかったな。まあそうやね、急に言われたからさ。しかもそれで年明けやろ。うん、その世の中にいっぱいおるやん、その出来たと結婚した人がいっぱいおるやん、うん、でその人たちをバカにするとかそんなのないんけども、でもシンプルに今の、まあ、稼ぎとか、ぶっちゃけその YouTube の、まあ、地位的にやよ、まあ、カードも作れへんなかなか時に結構厳しいなと思うんで、うん、
使ってるのがね、これはガチちょっと YouTube をぶっちゃけちょっとね考えないよね。なんか、もうぶっちゃけ多分 YouTube ってもうローンも組めんし、今のフェルバーやったらお金もないし、現実的に多分両親がなんかサポートしてくれたらいいけどさ、そうじゃなかった場合に2人だけでやりたかんないやん。そうなったらお金多分絶対足りんと思うから、俺もまあね、うん、やることはやるけども、フェルボの給料そっちに多くって言ってもそんなの高橋やるとりやん。高橋はカバーしきれん部分あるから、うん、バイトでまかない部分とまかない部分あると思うから、うん、そこはちょっと考えなんね、なんか、うん、赤ちゃんが返すなよ、そしたら、うん、いやもっとだけ言ってしかった、うん、シンプルにまずもうほんとそこだけにつけるな、この話は。でも応援するしかないもんな、うん、まあそうやね、サポートできるとかしてほしいかなって感じ。もちろんそれはそう、まあそれはまあちょっと申し訳ないけど、今まあいろいろね物買って、用品とか、あ、もう買っとる、いや、そのまだ買ってないんやけど、まあ、おもちゃあんで、あ、マジ、うん、そこら辺ちょっといろいろサポートしてほしいかなって。それはもちろんする、もちろんするけど、もっと早めに言ってほしかった、まあ、それは本当に申し訳ない、まあ、今後何かあったらすぐ言ってほしいから、もっと全然頼ってほしいよね、うん、これから多分もっと大変やと思うし。大変やけどね。いや、マジ大変やと思う、うん、いや、マジで楽しみやけどね、うん、ちょっとちょれあのー、赤ちゃんの用品買ってください。はい、ということでドッキリ大成功でございます。はい、イエーイ。いや、これガチや、赤ちゃんはガチ、ガチだよ、ガチやけど、僕の友達です。おガチの妊婦さん連れてきちゃった。当たります。めっちゃ恥ずかしいんやけど、俺めっちゃ撮ってや、俺、はい、ガチの顔で。はい、本日の企画、宇田先輩が女の子を妊娠させたと言ったらメンバーはどういう反応するかでした。はい、素晴らしいドッキリ大成功でございます。はい、僕結婚しません。しかも赤ちゃんもいません。え、何でも最近女の影があったの。あれだから、このドッキリのためです。キモー、そういうことね、わざわざ。そうです。キモすぎやろ。最初だってさ、うざ、ん、かったよ、完全完全うざかったから、うん、めっちゃヘラヘラしたら、うん、でもガチな、まさかの、え、年末に生まれます。あ、マジなんやつ。マジです。お腹見たらもうガチって思うよ。そう、うん、いや、何買ってくれるんですか、2人は。赤ちゃんの、まずコンドーム買うよ。まずコンドーム買うよ。つけばしっかりと、はい、演技うまくない。やばいね。しかもシビアな空気出してくれて。いや、めっちゃシビアやったよ。はい、最初やったらイライラすごかったよ。そう、やっぱり何気をこいつ言わんかったの。確かにそうなるよ、ね、焦りが一番やね。うん、さすがに子供できたら、子供できた瞬間に言うね。よかったね、おって彼女こうやって。あ、危なかったね。何したらいいんや。そう、本当に生まれるから、それはおめでたい、おめでとうございます。おめでたい、それはおめでとうございます。なんかな、買いましょう、そこに。買います、買います。お前マジつけろや、ちゃんと。お前つけるもん、つけてるわ。お前本当か、お前つけろや。俺は童貞やろ。もう疲れたわ、本当に。じゃあ赤ちゃんの産むときは俺ら3人立ち会いするからね。大丈夫。響き渡ると言う。